たメイドが怪しい放送直前スペシャル。イエーイ。ユーリ役の早見沙織です。そしてリリス役の高橋理恵です。そして本日番組の司会進行担当いたします松沢千秋と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ゆうりくんを早見さん、はい、そしてメイドさんが高橋さん、はい、私こちら最初キャストさんの印象逆だったんですよね。ああ、なんか堀江さんにも言われました確かに私たち実は両方のキャラクターでオーディションを受けさせていただいてたのもあって、オーディション決まりましたって聞いた時、はい、おっどっちだってなりましたよ ね。なんかこう作品的にすごいセリフがオーディションの時多かったんですよね。あ、いろんなシーンを、そういろんなシーンを本当なんか丸々半分 A パートやったんじゃないかぐらいの量のオーディションがあったから、すごい鮮明に覚えてて良かったんだと思ってすごい嬉しかった記憶が、もう半パート取ったってぐらいだからやっぱもう掛け合いしたんじゃないかってぐらいの、なんか熱量で本当にオーディション挑んでたので、本当に合格できて嬉しかったですし、お相手が沙織さんだと聞いて、沙織さんの演じる坊ちゃまがもうあまりにも可愛くて楽しみでございました本当に。いやいやこちらこそですよ、本当に本当に2人のコンビネーションというか、ずっと一緒でしたから、いろんな作品で、はい、何度も共演させていただいておりまして、でもだからすごい最初やっぱ不安があったんですけど、結構そのあんまり少年役で主人公的なポジションもあんまりやったことなかったので、すごいどうしたらいいんだろうってかなり緊張してたんですけど、共演の方がもうリエちゃんって聞いた瞬間に心強さが本当にあって、もうリエちゃんと一緒ならどんな山でも登っていけるなみたいな。嬉しい。